はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ガシャポンリアルチェンジニンニンジャ超絶です。はい、今回も1回200円でラインナップは全8種類、超絶勝負チェンジャー、忍者1番と5トン用手裏剣&ガシャドクロ用手裏剣、さらにイザヨイキュウエモンの小槌とレジェンド系の手裏剣と、この辺は再販版かと思いきやクリアバージョンがラインナップされてます。絶対欲しいのがこれ、超絶勝負チェンジャー。なんか噂によるとめちゃくちゃ出来が良くってかなりかっこいいらしいんですよね。まあおそらくレアアソートだと思うんですが、キュウエモンの小槌とかも見てみたいですよね。とりあえず今回は1000円使って5回やりましたので5つ一気に開封します。カプセルの大きさは全部同じですから本当に何が出るかわからない。とりあえずは超絶勝負チェンジャー来い、いきます。せーのーよ。1個目はこちら。おー、これ多分レアアソートですよね。やった、キュウエモンの小槌。プレ版で手に入る前に先にガシャポンでゲットしました。本体のみでこのような感じ。あ、ちゃんとねここに手裏剣もはまりますから、これまでの同じシリーズの手裏剣をセットすることもできます。おー、肥大反則の術、これはいきなりいいものが出ました。それでは2個目はせーのーよっと。うん、おー、ガシャドクロ、そして用手裏剣、さらにシールもたくさんあります。なんかこのカプセル重いぞ。これは来るか。3つ目、せーのーよ。お、うん、おわ、やったー。忍者一番刀にね一瞬見えましたが出ました、超絶勝負チェンジャー。腕のバンドもついててフルカラーですから、これで200円はおー、お買い得。後で詳しく見ましょう。もうあとは何が出ても OK。 はい、では4つ目ドン、手裏剣のクリアバージョン。あ、これはこれでかっこいいかも。鬼忍者手裏剣とバックル。では最後5個目、中身はこちら。うん、お、やった、マジっすか、すごい、欲しいやつが出ました。赤忍白忍のクリアバージョン。はい、5回回してこのような結果で、多分めちゃくちゃ強運ですよね。超絶勝負チェンジャー、キュウエモンの小槌、5トン用手裏剣とガシャドクロのセットと、クリアバージョンの鬼忍者と、クリアバージョンの赤と白。まずは超絶勝負チェンジャー。シールを貼るのを忘れてました。ここに1枚シールがあって、それ以外はバッチリ塗装されてますし、バンドもついて、デラックスと比べても、本当に完璧ですね。ガシャポン版もブレードがくるくると回転しますし、引っ張れば取れます。ボタンを外して大人の僕で装着することもできますし、このまま遊ぶことも OK。さらに、同じシリーズの忍者一番刀を使えば、カチャッとはめて、はい、忍者一番勝負の完成です。おー、めちゃくちゃかっこいい。全体はこのようになってて、もともと忍者一番刀側もシール少なめで塗装が基本でしたから、この組み合わせの完成度すごいですね。そして5トン用手裏剣とガシャドクロ用手裏剣、シール部分が銀ピカになってて、それ以外は塗装、ブレードの回転はありませんけど5パターン分ついてますから術の種類は選べます。なかなかモールドも細かいですね。キュウエモンの小槌、全体はこのようになってて、これはシールがなくて、すべて塗装。近づいてみると、このようになってます。造形が本当に細かい。忍手裏剣がセット可能ですから、ブスッと差し込むことで、妖術使用状態も再現することができます。5トン用手裏剣以外でも、ガシャドクロとかも OK。差し込めば、ブレードのカラーがマッチして、別の武器っぽい感じになりますね。そして、鬼忍者手裏剣とバックル。バックルは、これまでのものと全く同じ。あ、じゃない。後ろがクリアパーツになってて、
こっちは普通のゴールドメタリックですから変わってないんですが、少し雰囲気が違いますね。手裏剣も物自体は前回の造形と変わんないんですが、全体がクリアパーツになって、前から見ても後ろから見ても全てクリアパーツ。赤と白の手裏剣も同じように全体がクリアパーツになってて、これまでのものと比べるとクリアバージョン案外かっこいいですね。これはデラックス版とかでもこういうのがあってもいいかも。ちなみに忍者一番刀にクリアバージョンをはめるとこのような感じ。手裏剣回転もしますし、他のアイテムと連動させることもできます。思ったよりクリアバージョンいい商品ですね。レアアソードと思われるこの2つの商品が一発で手に入りましたので、これは本当運が良かったですね。以上、ガシャポンリアルチェンジ忍忍者超絶の紹介でした。